しかもそこに GoPro つけてる。そう。でも撮ってるんですよ。うん。おはようございます。爽やか谷選手。気をつけていってらっしゃい。はい、ありがとうございます。お願いします。じゃあ皆さん。さっき買ったワコーツじゃないわ。だけこれ。ワークマン。あの俳優グローブで、ハンドでね、洗車していきたいと思います。僕は洗車のプロでも何でもないんですけど、まあ、最低限あの選手が練習して洗車をするっていうのは機材の消耗を防ぐためにも大事なので、最低限の知識と洗車能力ということでいつも通りやっていきます。まずパーツディグリーズ、これで油系の汚れを溶かしていきます。まずこれでいきます。雨の降った後の路面がさ、すごいあのずっと続いてて泥汚れがすごい。多分これ前に洗った時から何キロ持ってるやろ、まあ、最低500は持ってるな。うーん、はい、じゃあディフリーザーで油を溶かした後、まずは水で流していきます。この時に後輪のこのバルブが下になってると水がここから侵入しちゃってホイール内に水が入るので、洗う時はホイールのバルブが上になるように気をつけてます。はい、これでだいたい油を伏せましたね。で、ここからこのクイックシャンプー、ワコーツさんのクイックシャンプーをつけるスポンジで上から洗っていきます。ディグリーザーつけて油を溶かす作業をしたんですけど、水で濡れたバイクにあれしちゃうと効果がなくなっちゃうんですよね、あんまり。だから必ず濡らす前にディグリーザーを使うっていうのが基本です。こうやって洗車してると気づかへん間に凝ってるメカトラブルとかも防げるし、あとはあのチェーンずっと洗わずに使い続けると油がなくなってさ、うん、ギシギシ言うとかね、あのギシギシなってる状態で走ってるとすごいチェーンに悪い。そういう消耗品がさ、うん、早くダメになっちゃってお金がかかるとかさ。クランク、チェーン、はい、っていう感じで、はい、泡での洗浄が完了。あれ、バーテープ洗ったっけ。バーテープ、まあ、バーテープ使って。じゃあこれを水で流していきます。
チームを、うん、でこのワコーズさんのクイックシャンプーっていうのを使ってるんだけど、あの撥水効果があって水がこう弾いてるの分かる？あ、確かに。だからうっすらそのワックスコーティングみたいな効果があるの。水がな、すぐ落ちるんです。流し終わりました。これで天気がいいので一旦乾かしていこうと思います。でその後にタオルで拭いてあげて、で注油ですねは後でしていきましょう。